ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。テンション低い。だってテンション低いこと言うんだもん。テンション低いコメント拾うからでしょう。皆さんこんにちは、寺田由紀です。それでは今日の質問です。半年後に起業を予定しており、今の職場にそれを伝えました。上司から起業なら10年後でもできるだろう、上場企業の会社員として学べることはもっとあると思うけどと言われました。私は企業でのマネジメントも経験したことはなく、確かに会社員の経験で学べることはまだあるとは思います。しかしやはり起業した方が学ぶことは多いと思いますが、堀江さんのお考えはどうでしょうか。堀江さんが上司ならどうアドバイスしますかという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、ということで本日のゲストはですね、ドットライフ株式会社の新庄隼人さんです。お願いします。はい、アナザーライフ、はい、どれぐらい PV あるんですか。ちょっとあの完全に公開してないんですけど、まあ、2桁万 UU、2桁万 PV という形です、ね。いいじゃないですか。ありがとうございます。まあまあ、そうですね。いつ頃リリースされたんですか。ちょうど1年前、1年半弱前ですね。最終的には本当に、まあ、国境とかも超えて、その人生のウィキペディアみたいなところにしていきたいなと思っていて、なんか Google とかでも、あの物とか事の情報って取れてると思うんですが、人の中のその選択とか判断のところって今意外とそのネット上に出回ってないものだなと思っていて、なんかそこをデータベース化していきたいなと思っています。はい、では質問いきましょう。ということで質問の答えにいきたいと思います、はい。私はこう答えました。あなたは、学びたいの、学んで何がやりたいの、かっこ笑い、なんというか学ぶことイコール真面目でいいことみたいな考えに縛られてません。ていうか半年後に起業予定ってどういう意味、何かやりたいことがあったら今すぐやらないの、勉強してからやるの、かっこ笑い。大企業の、マネジメントと中小企業の経営って全然違うんだけど、上司だったら、スルーですわ。てかこの上司もクソだよね。これどういうことなんですかね。ん？いや単純に上司がこいつが抜けると大変になるから自分が大変になるから引き止めてるっていうだけの状況ですけど。よくありがちな。そうですね、もしかしたらこういう口説きというか引き止め文句はあるのかなというのは少し思いました。確かにこの人はだからそのよくありがちな、日本人によくありがちな学ぶこと原理主義に陥ってますよねっていう、はい、要は学ぶことはイコール善ですよと。だから善なことをやってればいいんだみたいな。なるほど。で学ぶって何のために学ぶかって、やりたいことがあるから学ぶわけでしょ、うんうん、確かにですね。まあ、学ぶことが好きな人もいるけど、はい、そのものが好きな人もいるけれども、うん、まあ、大半の人は何かやりたいことがあるからそのために勉強するわけだけれども、うんうん、それがなんか目的化しているというか、この人の場合はね、多分、うん、学ばないと何もできないと思ってるのがおかしいんだよ、うんうん、わかる、うん、はい。で学ぶと失敗の確率が減ると思ってるわけよ、うんうん、なことないですよね。なことないですよ。だって何でもやってみないと分かんないじゃん。うん、じゃあとりあえずやってみましょう。はい。ね、そこから何か見えることがあると思います。はい、ということで最後に告知をお願いします。今日で終わりですもんね。はい、今日で終わりですね。はい、はい、アナザーライフというウェブメディアをやっています。まあ、同い年の方を探す、年齢で探してみたりとか、例えば学校の中退とか、その昔なんか病気をしたとか、自分に近しい共通点で人を探したりすることもできるので、ぜひ一度読んでみてください。よろしくお願いします。ぜひ皆さん調べてみてください。はい、堀江さんも面白いと言ったアナザーライフ、はい、ね、見てください、はい、ぜひ見てください。ということで本日もありがとうございました。こちらチャンネル登録もよろしくです。